テレの前の皆さん、こんにちは。先月でございます。今日はですね、こちらお酒のね飲んでみた動画かつ紹介動画の方をねやっていきたいと思っております。今日飲んで紹介するのはこちらですね、スーズというリキュールになります。でこのスーズなんですけど、一体どんなリキュールかというとですね、1889年ですねにフランスで生まれた、薬草酒です。フランスの黄色いカンパリなんてよく言われていて、有名なところだとねパブロ・ピカソとかがよく愛飲してたっていうので、すごく、有名なお酒ですね。でこのスーズなんですけど、一体材料何で作られてるかというと、ゲンチアナというね植物の根っこから作られています。でこのゲンチアナっていうのが日本でいうところのリンドウの仲間になるらしいんですけれども、色がねどうもこうリンドウって青色だったり紫色っぽい花をつけるんですけど、こちらスーズの原料のゲンチアナは、黄色い花をつけるタイプですね。でそのゲンチアナの根っこっていうのがだいたいこう育て始めてから、完全に使えるようになるまでに15年から20年ほどかかるということで、ちょっとね雰囲気としては朝鮮人参に近いかもしれないですね。でこのゲンチアナなんですけど、あんまりこう名前だけ聞くと馴染みがない、薬草なんですけど、実はですね日本でも結構使っていて、漢方薬とかのね原料の一つになってます。でゲンチアナっていうのがもうめちゃめちゃ苦くて、すごくね胃にいいらしいんですよね。胃にこう効く作用があるようで、市販のね胃腸薬とかにはもうほとんど入ってるって言われてるぐらい、意外と実は身近な薬草だったりします。でこれを使ったスーズの方ね、今から飲んでみたいと思います。はい、注いだ感じがこんな感じですね。すごい鮮やかな黄色してます。ではこちら今から飲んでみたいと思います。すごいいい匂いがしますね。なんだろうな、ちょっとね根菜ごぼうみたいな匂いがするんですけど、根菜のえぐみっていうかアクっぽい匂いがしますけど、全然嫌な匂いじゃないですね。いい匂い。なんだろうな、フランスの黄色いカンパリなんてよく言われるので、こうカンパリみたいなもうザ苦いっていう感じの味がするのかなと思いがちなんですけど、意外と甘いですね。苦みもそんなに強くはないです。むしろ甘い方が強いかもしれないですね。でも本当に香りのいいリキュールで、匂い嗅いでるとどんどんなんか元気になっていきそうな匂いがしますね。でこちらスーズなんですけど、このスーズを使ったカクテルっていうので、美味しい飲み方としてはもう本当にスーズトニックとか、あとはスーズギムレットとか、シャルル・ジョルダンなんていうねカクテルが有名になってきます。で、そちらの方はね今後このあと次か次ぐらいの動画とかで、このスーズを使ったリキュールの方もどんどん紹介してカクテルの方もねどんどん紹介していきたいと思っておりますので、そちらの方も見ていただけたら幸いです。というわけでね、今回はこちらフランスの黄色いカンパリ、ピカソが愛したと言われているリキュールですね、こちらスーズの方の紹介の動画でございました。また次回も次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録や高評価の方をしていただけるととても嬉しいです。動画制作の励みになりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。先月レシピチャンネルでした。次回も乞うご期待。